ロバート・バレンタインは、イギリス生まれのイタリアの作曲家、リコーダー奏者、ロベルト・バレンティーニというイタリア名でも知られる。レスターの都市学士の息子として1671年頃に、生まれ、1674年1月16日に、洗礼を受けた記録がある。その後ローマに定住し、1701年9月に、 サンタンドレアデッテ・フラッテ教会でイタリア人女性ジュリア・ベラッティと結婚した。夫婦には9人の子供が恵まれたものの成人したのは3人だけだった。彼はオーボエとバイオリンも演奏したが特にリコーダーの名手として名を馳せた。1747年5月26日、妻の死の12日後にローマで死去。作品はて楽曲で合奏曲。 トリオ・ソナタ、ソナタなど多岐にわたるが、特にリコーダーのための作品が知られている。18世紀初頭のイギリスでは、アマチュア奏者によるリコーダーやフルートの演奏が流行したが、その中で彼の作品は人気を博し、多数演奏された。初期の作風は、アルカンジェロ・コレッリの影響が顕著であるが、後にギャラント様式に接近していった。ありがとうございます。